格闘動画の菊野勝則です。おはようございます。おはようございます。ケンテヤ人にご来場いただきありがとうございます。今日までこんなにたくさんの人を巻き込んで、こんなに大きな会場で怖くてたまりませんでした。そして感謝の連続でした。本当にありがとうございます。命には限りがあります。だから今が輝きます。勇気を出して自分のことを好きになりましょう。感謝をして幸せになりましょう。この経典愛人は大きな道場です。みんなの人生が一歩前に進んでくれたら成功です。みんなでヒーローを目指しましょう。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。これで菊野勝則の勇気の授業終わります。レイやっちゃい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 、キングノさん終わったらダメですよ。今突っ込んでない、びっくりしたよ。今終わるぜ、すいません、びっくりした。今のが経典愛人の最初と最後にさせてもらったご挨拶です。でもですね、今ので本当おしまいなんですよ。僕の経典愛人はもうそれに詰め込みましたし、勇気を出して自分のことを好きになる、感謝をして幸せになる、もうそこに本当に集約されてます。中学生の時、中学1年生の人、君何年生？中2です。中2か、欲しい2年生か、中2か、小1らしいですよ。ちょっとね、勝つ気切って一緒一緒、4歳でしょ。いやいやいや、へーちゃん4歳だもんね。と思ったら、ありがとう。すごい、ね、寒いですね。僕、ヒデと3歳の頃からの幼馴染なんですね。ずっと一緒に遊んでて、で、一緒に僕、中学校で彼と柔道部に入りました。で、あのね、中学1年生の時の、あのデイビスとはね、柔道部仲間3人で立ち読みをしてたんですね。そしたら、赤いバンダナ巻いた怖いお兄さんが来たんです。金出せみたいな感じで来たんですよ。で、いよいよこの赤いバンダナ巻いたお兄さんがおいみたいな感じで、あれ誰がやったんだっけ、首をこうやるの、親父がやったんだっけ。その岩がうわーってやられて、で、僕らはビビって声を出せなかったんですよ。あの出す波にわーってなってたんですけど、この岩がこうやられた岩がは店員さんってね、デイストアのお兄さんに「デイさん!」って言ってくれて、ただこの赤いものないやれっつってこうやって逃げていったんですよ。
まあ僕らこうごついですけど、今はね、もともとは存在声とか出ないぐらいビビりだったっていうことです。はい、ありがとう。隣の中学のちょっと強そうな人とこう戦うみたいなのがあったんですね。誰かと戦うことになった時に僕はですね、一番ちっちゃいやつ選んだんです。勝てないからこっちを選んだんじゃなくて、まあよし俺がお前やってやるよみたいな感じで ビビってないふうにこいつを選んで、で戦ったっていう、こうなんかうまいことこうやろうとしてビビ、結局ビビってかっこ悪い自分がいて、もうそんな思い出がいっぱいです。僕は本当そんなね、そんなやつなんです、もともと泣き虫の弱虫のビビリです。弱い自分が嫌いで、泣き虫で弱虫でビビリな自分がかっこ悪くて惨めでだから強くなりたいっていうのが未だにあって、 未だにね、格闘家やってる。元から強い、気が強いとかね、体が強い人は多分格闘技やんないです。やる必要ない。だから強くなんなくていいんだから、強い人が格闘技やるんじゃないですよ。強くなりたい人が格闘技やるんですよ。でこの間ですね、その経典愛人で、ヤン・ソー・クップっていうですね、185センチ、100キロ、でかくて速いやつですね、と戦うってことで、これが僕にとっての勇気 だったんでね、この選手と戦うってことは僕、だから相手ね、僕が彼と戦うようなトーナメントを組んで、やりました。中学2年生の時にでかいやつをビビった僕への挑戦でもあったんですね。今ここまで来た僕が誇らしいです。意味が変わるってことです。僕が戦う意味が、僕の夢は強くて優しくて困ってる人を助ける かっこいいヒーロー。チャンネル登録お願いします。